愛知県新城市にある公園、桜淵公園。その名の通り、春は桜の名所として知られ、多くの観光客でにぎわう。しかし、この公園では過去に自殺が複数回起きており、心霊スポットとも言われている。豊川に架けられた笠岩橋という吊り橋があり、これを渡って公園に行くのだが、夜中に橋の上に立つと、川下の方から苦しげな声が聞こえてくるそうだ。さあ、川と橋を探そう。あそこ。おう。赤い橋があったよ。事故多発、川への飛び込み等危険行為を禁止します。マジで飛び込むやつおんの？止めなかったら飛び込めるぐらいの川なのか。優勝したら飛び込むやないの。道頓堀って。あれも大概すごい行為だなって思うんですけど、あんな汚いところに。うん、思った以上に川から水面の距離が遠かった。なあ、ああ確かに飛び込める、その汚さを生む前に高さで。なんか水まずそう。落ちとるね、空気中。どこだろうな。広すぎて大変だとは思うんですけど、何かヒットはしてますか。当てのない探索って大変ですね。すごい。どうします、あのちっちゃい赤い橋とかああいうところまで歩いたりします。行ってみましょうか。なんでこんな川への飛び込み等を禁止しますっていう看板がこんなあるんだ。いや、飛び込む人が多いんだろう。特にそういうなんか幽霊に限らず事故があったとかそんな形跡もない感じです、さっきの靴以外。あれは違う。見方によってはあれもだいぶ事故ないよ。いや、でも何かが呼んでんだよな。ああ、ゼロではなさそうぐらい。すごい反応してる今。おおよそどっち方面とかあります？いや、あの橋の中旬。ちょっとこっち側から見ましょうかね。うん、よいしょ。あの橋の、まあ、真下って言っていい感じなんですか？真ん中だな。まあ、自殺したって身を投げたっていうのは嘘ではなさそうだね。おっと、うん、幽霊が出ると噂されている場所で、女性の幽霊、正体不明の幽霊、少年の幽霊が目撃されています、うん、とのことですな、記事によると。記事によると、うん、少年はどうか知らんけど、女性は間違いないと思うな。うん、それがあの橋の下にいらっしゃる系です。いや、今スーッて落ちてくるシーンがずっと映ってるからじゃねえのかな。でもな、打撲で終わってんだよな。死んではいねえんだよな。少年は確かに溺れとるとこあるな。あそこ、あの辺りに。多分あれだろうな。ずるっと落ちたんだろうな。こっち側。普通に足を滑らせて手前のところで溺れた感じか。落ちない程度に近寄りましょう。あ、まあまああれだな。トンボがすごい。そうですね、言うほど本当になんかちっちゃい幼稚園児とかじゃなければそんな死ぬ感じではない感じですけど。
幽霊よりトンボの数の方が多いんよ。感じした感じ方したことねえもんな。俺らが行く心霊スポットの橋大体外れやから、うん、一箇所当たりがあったけど、うん、そうそうそう、このなんかさ引き寄せられる感覚が嫌だね。え、むしろ俺逆だけど。何なんていうか、今この影のさ、ちょうどこのラインあるじゃないですか、うん、このライン、うん、俺これよりなんていうの、このこっち側に行こうとするとすごい足がなんか嫌だってなるもん。それがこの両方の方で起きるからさ、やっかましいな。そう、なんだろうな、なんだろうな、この嫌な感じ。単純に高いからっていうわけでもなそうなんだ。そんなに高い橋じゃねえしな。なんか本当にこの一歩手前からすごい足がすくむんだ。それなのか。爽やかな風が来てるんだけどさ、なんか違うんだよな。すごい寂しい陽気、あのマイナスエネルギーが流れるんだよな。無というか重たいものが一緒に流れてくる感じで、虚しくなる。すごい、うん、すごい虚しくなる心が。その虚しい送ってきます。少しの間だけ送ります。まあ視聴者はね、動画越しに見るから、いきなりこの橋を飛び降りる展開が 100% ないからね。え、その虚しいっていう気持ちがなんていうの、 1,2,3 とレベル重なってってそのまま飛び降りる系ですか。そのもしなくなるパターンだとすれば、なんか考え事して通って急に虚しくなって飛び込んじゃったっていう子じゃないかな。おなんか俺までなんか飛び込みたくなるような、わかるかなこの気持ち。帰れなくなるのでやめてください。そう、何やろう、すげえ飛び込みたいっていう気分になる。いやもうこの一歩手前から俺はすごくなんかこの橋のこのギリギリのところに近づきたくない感しか出ないんだけどな。だから俺は飛び込まないでいいんだな。俺はすごい飛び込みたい気分。一回飛び込んだらわかるかな。そのまま上がってこなくなる可能性が 1% でもあるならやめてってなる。そう、なんだろう、まあ、この虚しい感じ。正体突き止めるんだったらそこまでなんていうの、深追いするのが正解なんだろうけど、リスクしかない。虚しいんやけど落ち着く。これがどんどん心がなんかその静かになっていく感じだ。なんかいろんな感じ、静かになる感じを含めて。こんな橋初めて。そうですね、今まで何もない橋だったり、その本当に亡くなった方が多いとかそういうやばい橋はあったけど、カサンドラの街やな。なんか知らんけどすげえ虚しいんやけど落ち着くっていうのがなんか気持ち悪い。橋の C っていうならどっち側からっていうのあります？断然こっちか。何側って言えばいいんだろう。
ちに駐車場があるので、そのなんていうの、駐車場から来てこの左側って言えばいいのかな、うん、あのでっかい石があるところ反対側にはあんなのないのでね、ある側ですが、さて飛び込まれる前に次行きますか、そうでもない、